おはようございます。今はですね、時間で言うと8時半ぐらいです。今日の山は鈴鹿セブンマウンテンの一つである竜ヶ岳に登りたいなと思っています。竜ヶ岳っていうのは、大きく分けると4つのコースに分かれていて、今日は初めての山なので、遠足尾根というこのコースを登りたいなというふうに思っています。帰りはまた違うルートで帰ってきます。では行ってきます。すごい、太陽がレフ板みたい。すごい気持ちいいです。頂上じゃないのにこの景色はやばい。すごい、きついけど頑張った甲斐があるなって。吹いてて気持ちいいです。もう本当にね、どこ見ても綺麗で360度パノラマです。風を遮ってくれるものがないので、晴れてても風の強さを調べていかないとちょっと危ない山かもしれないですね。まだだ、そうだ、竜ヶ岳はこの奥だ。そうなんですよ、そうなんです。頂上と思いきや、今分岐越えて、あと最後の道を行ったら、これ竜ヶ岳です。これこれこれ、ちょっと丸まってる山の形してるんですけど、これが可愛くて女性らしいって言われている山です。確かに可愛い。
1099.6m 着きました。駐車場に帰ります。乗った橋です。よし、ここにも滝が。龍ヶ岳の、登山終わりました。まあまあきつかったですけど、稜線が本当に素晴らしいので、景色が綺麗な分本当に最後まで頑張れます。また登りたいです。